週末何する？馬でしょ。この番組は JRA 日本中央競馬会がお送りします。今度の日曜日はスプリングステークスが行われます。このレースといえば 1,2,3 着の馬が皐月賞への優先出走権を手にするレースですよね。そうですね。はい、重要なレースですよね。重要ですよ。弥生賞とスプリングステークスがグレード2のステップレースになってますからね。ただ近年では本番につながるのはこちらですよね。本番を制したのが2009年のアンライバルド、そして2011年のオルフェーブ、でさらには2013年のロゴタイプと、で去年は2着に来たエポカドーロが本番制しましたね。そっか。過去10年一番人気が4勝2着3回、よほどのことがない限りちゃんと、ね、支持した方がいいと、なるほど。そして500万下のレースを勝ってそのままここを突破というケースも多いですね。500万下のレースの時に注目すべきポイントというのは、まずはやっぱり勝ち方ですよね。中山向きかどうかっていうのは、この一瞬のピュンと切れる足があるかどうかで、じゃあそのピュンと切れる足って何なんだってなりますよね、それはね、アンライバルドとロゴタイプが勝った皐月賞のビデオを見てもらいたいんです。あのピュンとくるんですよ。くるそのイメージを頭に残しておいて、そして前走の勝ち方を見ると、あ、この足がいいのかなっていうのがね、分かりやすいんじゃないですかね。スプリングステークスといえば僕の中では92年なんですよ。当時はね、自分の状況があまり良くなかった、そういう時っていうのは人生を投影してやっぱり逆転追い込んで、そうすると自分もなんとかなるんじゃないかと思うじゃないですか。確かに当時ね、逃げ馬あんまり、ね、好きじゃなかったんですよ。勝った馬は名馬ミホノブルボン、マシンのように正確なラップでこう逃げていく、もう余裕な逃げ切り7馬身差、素直に強い馬を信じることができずに追い込み差しで逆転することばかりを夢見ていた僕にとっては思い出のレースです。今年のこのレースで僕が注目しているのはクリノガウディ。ここまでしっかりと準備をして満を持しての登場と、朝日杯2着からの参戦というのは去年のステルビオと全く同じ、歴史は繰り返すというわけで、今年はクリノガウディがここに名を連ねるんではないでしょうかね。週末何する？馬でしょ。